今日からオメガ3を取ることにしました。ホルモンバランスを整えるのにフィッシュオイルがいいってこの間紹介したこの子も言ってたので、たまたま彼が持ってたのがお家にあったので今日から飲むことにしました。体脂肪が女性は 17.5 より下回ったら生理が止まるかもしれませんよっていう注意を先生から前もって受けてたので、またこれからどんどん脂肪を落としていったり体重が変化するかもしれないで、運動量が増えるかもしれないってなったら、そのちょっとホルモンバランスとかも気になってたので私にも必要かなと思って飲み始めることにしました。 Hello guys, it's Wednesday. 今日2回目のジムの日です。さっき先週の分の YouTube 上げたんですけど、なんかこの上げる時も今から行くジムのこと考えてもなんかめっちゃドキドキするんですよね。なんか変な汗かく、ドキドキ、何が起こるかわからないから怖い不安なのか、またこの間の偏頭痛みたいなのが起こるんじゃないかって、それとつながってそれが恐怖になってるのかわからないけど、なんかドキ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 、怖いのドキドキはこの緊張のエキサイティングのドキドキと変えられる。実際は同じ化学物質が脳で放たれているんだそうです。なのでこの不安のドキドキをエキサイティングのドキドキに変えてジム頑張っていきたいと思います。ただいまできた。行くときは怖いけど帰ってきたら楽しいんです。多分こうやって記憶を塗り替えたらいいんでしょうね。この前は怖い記憶で終わったから次も怖く感じるけど、今日は楽しく終わったから来週はまた楽しいワクワクの気持ちで臨めるかもしれない、今日はちゃんと視界が波打ってません。ちゃんと大丈夫だし偏頭痛も今のところないから安心です。 Today was a leg day. 今日のジムは足でした。っていうことは明後日ぐらいにまた筋肉痛が来るから、そしたらその後から 2,3 日足とか下半身のエクササイズができなくなるから、今日後でお尻のエクササイズちょっとしてから明日はしっかりリカバリーの日、筋肉超回復の日にしたいと思います。先週はこのオーツをオーブンで焼いてグラノーラ風にしてみたんですけど、食べれなくはないけどパッサパサだったので、今回なんかよくあるおかゆみたいにプロテインのリゾット、なんかオーバーナイトオーツみたいになると思いますか。美味しいか分からんけど入れてみる。美味しい予感はしないけど、前の日でつけとけばよかった。得体の知れないものができました。なんか蒸しパンみたいに見えるけど、美味しくなかったら最悪焼けばいいかな。これは食べ物ではないと思います。焼いてみたけどパンケーキみたいになるつもりだったけど全然くっつかんくて、コンビーフハッシュみたいになってしまった。ただのひき肉炒めみたいになっちゃった。今日はウォークアウトなくて時間があるから、昨日買ってきた瓶にこれたちを移そうと思います。これから3ヶ月毎日使うものだから生活を楽にしてくれる、そして自分を気持ちよくさせてくれるものにしたいなと思って、この粉物たちは中に手入れて中に入っているスプーンで取るんだけど、量が減ってきたらこの手がこっちの袋の周りにつくのとかが嫌だし、もうテーブル全体がいつも粉まみれになるのが嫌で、可愛く自分の気持ちいいようにした方がこう頑張れるかなと思ったので、これから移します。よし、また待った。今日は激しい運動の日じゃなくてお休みの日なので、
このヨガをします。昨日これやった時に泣いてしまったんです。多分ゴールに集中してしまいすぎていたのと、目の前のやることばっかりに集中しすぎて、自分の心の声、体の声を聞くのをネグレクトしていたからだと思います。I actually cried when I did this yoga yesterday. I think it's because I was too much focusing on my goals and what I should be doing instead of listening to my inner voice and what actually my heart or body desire. There was a kind of like a meditation at the end of the session, and you know, you put your hands on your heart and just listening to your heartbeat and your own breath and just sit with yourself. And when I did that,Out of nowhere, my eyes started tearing up. I never cried by doing yoga before. So I guess that's how much I've been neglecting my inner voice, connecting to my body lately. So I don't know how my body is going to react today, but I want to try again and just see how it goes. It's Friday. ちょっと筋トレ飯の話をしたいと思います。筋トレ飯はお金がかかるって聞いたことがあるかもしれません。私の場合、たまたまもう彼がすでに持ってたサプリとかプロテインとかがあったので、ラッキーだった。始めやすかったっていうのはあると思います。こんないっぱいサプリとか一気に買いだめするのは多分難しいっていうか、まあできるけどすごいお金かかるじゃないかなと思います。なので私の場合ちょっとラッキーだったかなと思います。でも彼が増量してる時特に思ったんですけど、もうめっちゃ肉食べてた時があって、その時は本当にお金やばいんじゃないっていうぐらい使ってました。肉まみれ、その時はもう大変そうだった。そういう生活してる人はちょっとお金大変かもしれない。でも私の場合お肉を食べないのでこんなカンカンばっかりなんですけど、例えばこのチックピースだったら 400g 入って120円とかそんな感じで、1回のご飯で 25g とか 50g とかしか食べないので 2,3 週間持つので、私の場合はラッキーなのかな。なので筋トレしてる人たちは多分業務スーパーとかコストコとかで大きいサイズの安いの探してるかもしれないんですけど、このグリークヨーグルトもあとオイコスっていうのを最初勧められたけど、あれはこの同じぐらいの大きさで160円とかだったかな、忘れちゃったけど、これは110何とか、これは130何円とか、同じ高タンパク脂質ゼロだけど、このトップバリューのがオイコスっていうのよりは30円ぐらい安かったです。 Today's breakfast 1. I already had glutamine, vanilla flavored Greek yogurt and red kidney beans. I supposed to have chickpeas, but there's tons of red kidney beans left over, so I didn't want them to go bad. So I switched to red kidney beans. And then I'm gonna have coffee. Oh, I'm still making it.I'm gonna have coffee before I walk out. 昨日お休みだったので今日ウォークアウトできる日です。なんか嬉しい。人間の細胞は3ヶ月ごとに完全に生まれ変わるそうです。で、私は今年の4月から筋トレ始めてるので、もう今9月なのでウォークアウトしない日は気持ち悪く感じる。なんかやらないといけない、やりたいっていう気分に駆られる、何かが欠けてる感じがする。でも今感じるので、エクササイズするのが体にも馴染んで癖になってるっていう意味だと思います。で、今日は嬉しい。今日はアッパーバディ、上半身の腕とか背中とかとアブスウォークラー、お腹やります。
イカーボチートデイリベンジ。全部食べるかは分からんけど、脂質 0.9、 脂質 0.1、 脂質 0.6。 すごいよね。和菓子万歳。餅とかあんこ大丈夫な人もめでたいってよ。しない日よりする日の方が気持ちが元気だから、エクササイズする日の方が好きなんですけど、今日のはきつかった。そして前回からいつも飲んでるこの EAA にクレアチンっていうのを入れるようにしました。筋肉が衰えないように、筋肉の発育かな、筋肉の発育に役立つそうです。昨日は体のシステムを崩すため、体が飢餓状態って勘違いして栄養を蓄えようとするのを防ぐために、あのハイカーボチートで普段の3倍から4倍の炭水化物を食べるっていう日でした。シーミーカっていうぐらい和菓子をたくさん食べたんですけど、それで体重は変わっているのかっていうのを測ってみたいと思います。今運動直後だからか分からんけど、むしろ減ってる。このように1回バイキングで超たくさん食べたからもうダイエット失敗とかじゃなくって、体が同じ食べ物ばっかり、同じ運動ばっかりになれないように、それを崩すために周期的にたくさん食べるのは全然問題ないようです。もちろんそれが頻繁に起こるのが問題であって、たまにのバイキング、たまにのパーティーでの食事とかは全然問題ないので心配することはないです。今週はジムが火曜日なので月曜日、昨日までの動画になります。初日の体重体脂肪と今日の体重体脂肪の差がこんな感じです。体重はあまり変わらんくて、ちょっと減ったけど、あんまり変わらんくて体脂肪が減ってるからいい方向に進んでるかなと思います。でも自分で感じる変化としては、まだ体の感じはあんまり細くなってるとか、あの絞られてるとかはあんまり感じないです。まだ贅肉とかセルライトが気になります。経験していく時間が経つにつれて、やっぱ知識が少しずつ増えていくと思うので、今週はそのサプリとかの話がテイクアウェイ、この動画から学べることだったかなと思います。サプリとかプロテインとか、あんまり化学物質が入ってないのがやっぱりいいと思います。私のはまだそこまでは調べてないんですけど、一応プロテインは、運動しない日はビーガンのソイプロテインと普通のホエイプロテインを半分半分にして飲んでます。運動の日はホエイプロテインだけ。もちろん栄養は本物のご飯から取るのが大事だし、もちろん睡眠とかも大事なんですけど、
サプリとかはやっぱりあくまで補助食品だと思うので、ご飯だけでは補えないものを取り入れる。でもそればっかりに頼ってはいけないし、そのサプリに入ってる中身とかも成分表もちゃんと見るといいなと思います。これはちょっと私も自分のものもう一回見直して調べたいと思います。で、あとメンタルの変化としては、今週は初日の胸に手を当てて、もう本当に呼吸に耳を澄ませて、ただ自分自身と一人で静かに座ってる時間、この時に涙が出てしまったっていうのがやっぱり今週一番大きかった変化っていうか思ったことかなと思います。日頃のやることばっかりに目がいって、もしくは自分の進みたいゴールばっかりに目がいって、自分の本当の心の声、体の声っていうのをおろそかにしてはいけないな、ちゃんと立ち止まってこう静かに自分と向き合う時間も必要だなっていうのは今週強く感じました。なのでやっぱ皆さんも日々に追われて学校とか仕事とか子供のこととか親のこととかあると思うんですけど、一人で静かに座る、自分の呼吸に耳を澄ませる、体の声に耳を澄ませるっていうのはもう誰もが大切なことだなと思います。今週はこんな感じです。では見ていただきありがとうございました。バイバイ。